どうもお疲れ様です。FX オリガルヒの皆様、そして、速稼塾限定動画をご覧の皆様、今日も FX の相場解説やっていきましょう。昨日はね、ドル円が149円に達するんじゃないかなっていう風な予測を立てながら、朝から相場解説をやってきましたけども、まあ午後になってね、149円達成しましたね。だから、今日の値幅ってのが、だいたい朝の時点とか、その前の日の時点で分かるようになってくると、週間取引ってのはすごくスムーズになってくるってことですね。まあ分からないまでも、今の価格よりもね、1日経ったら上に行くのか下に行くのかぐらいは毎日当てれるといいかなと思います。で、今回日足の方から見ていただいてるんですけども、タイトルは午後からテクニカルですね。8時50分に巨大材料が日本から落ちますんで、だからそういう意味でもね、テクニカルができるのは今日は午後からだっていうふうな見方です。午前中は、大荒れしますんで、大荒れする可能性が高いんで、エントリーはお控えくださいってことですね。それからね、この日足を見て言えるのは、昨日こういうふうなお話だと思います。ここ天井になって、で、上の方にね、抜けていったよと。で、その陽線が確定して、現在、この小さな陽線ができかけているところですね。だからこれからも、もしかしたらこれサンバガラス起きるかもしれないですよ。サンバガラスじゃないや。赤三平ね。そういうふうな目で、日足を見ているとどうでしょうか。で、昨日に関しましては、バイでエントリーすれば、まあ、損することはほとんどなかったなっていうのが、この強い、陽線の並びでもお分かりいただけるんじゃないかと思います。で、次は4時間です。4時間ではですね、いろいろとヒゲが出たりなんだりしてますけども、やっぱり、この上昇角に対して横ばいから上の方に向かっている嫌いがあるかなってことですよね。で、全体的に見ると上昇トレンドがここでも書かれているということになります。まあ穴、これ穴じゃなくて窓ね。今週の月曜日窓を開けつつ、窓がすぐ埋まって、で、このゾーン抵抗帯を超えてですね、また上の方に向かっていったよってことがありまして、今に至るってことになります。で、いつも言いますけども、事後解説ね、やればやるほど力がついて、今度は、相場解説ができるようになりますんでね、おすすめです。というよりも、必須科目です。事後解説ができない人に、短期上達はありえないですね。はい、それでは次が1時間軸を見ていくことになりますよ。1時間軸では、まずはね、レンジの設定昨日したでしょ。で、レンジの設定はしたんですけども、ここでのブレイクはもう一回こっきりのチャンスだったんですよ。で、それからは新しいマーケットを作りに行かなくてはいけません。その一つが、こちらと最安値のこちらを結んだ、このレンジになるんじゃないかなと思ってますね。でも上下40ピップスぐらいだって昨日は申し上げましたよね。上下40ピップスの幅のレンジだったら、この中でね、エントリーのたびに15ポイントとか、15ピップスか取っていけばいいんですけども、20ピップスとか。まあ難しいでしょ。ね、60ピップスとか70ピップスあって、やっとね、20ピップスが取れるぐらいですから、だいたい上下の幅の3分の1が、なんとか取れる利幅じゃないかなと思います。それはもうすべて手数料にあると言ってもいいですよね。はい。で、1日足なんですけども、とりあえずちょっとね、待っておいてください。今、レンジを引きましたけども、あんまり意味がないです。あと2時間とか3時間すると、大きな発表があるからなんですよ。それによって、こうやってせっかくたどり着いたレンジも、ほとんどの場合ぶち壊されて新しいマーケット選定に入らなくてはいけないような事態になりますからね。はい、今日はね、なんとなく眠いですね。ろれつが回らない部分失礼しました。はい、そして材料の方を見ていきます。もうすでに FX オリガルヒにご参加の方は確認できていると思いますけども、今日8時50分から巨大材料日本から出る直接のやつあるでしょ。これは荒れますよ。で、21時半はちょっとまあ影響力少ないのが影響力の少ない時間帯にありますよってことです。はい。これだけは確認しておきましょう。午前中はエントリーはお控えくださいね。はい。それでは今回以上です。FX オリガルヒの方はまた追加放送しますのでお楽しみに。